セルフィーのの登場よりずっと前のこと、前こ古代ギリシャやローマの神話に自分の姿にちょっとこだわりすぎる男の話がありますナルキッソスというハンサムな男が真の恋人を探してさまよっていました妖精エコーの求愛を拒んだ後、彼は川に映った自分の姿に一目ぼれしその場から離れられなくなったナルキッソスは溺れてしまいました彼が命を落とした場所に咲いた花はナルキッソス水仙と呼ばれています この神話は自己愛ナルシシズムの基本概念を捉えています公用的で時には有害でもある自己没頭ですがこれは単なる性格の一タイプではありません心理学者により研究されている一連の特性のことです心理学でいう自己愛は公用的古代的な自己像を持っていることです程度は様々ですが自己愛的な人は自分は他の人たちより格好良よく賢くて重要な人間であり 特別扱いを受けるに値すると考えます心理学者は自己愛を2つのパーソナリティ類型に分けています古代型と脆弱型です中でもより顕著なタイプを自己愛性パーソナリティ障害と呼びます、うん、古代型自己愛は最も馴染み深いものです特徴として外交的で支配的注目を集めたがります古代型自己愛の特徴を持つ人は注目と権力を追い求めます 政治家やセレブ文化的リーダーダの場合もありますもちろん権力を求める人のすべてが自己愛的なわけではなく多くの場合はとても前向きな理由からです。自分の才能をフルに活用するためとか人々の生活を良くするためなどでも自己愛的な人が権力を求めるのは社会的地位と注目を得るためです。 一方脆弱型自己愛の特徴を持つ人は物静かで遠慮価値です強い特権意識を持っていますが脅かされたり軽んじられたりしやすいですどちらの方も弊害は長期的な影響を及ぼします自己愛的な人は自己中心的な傾向があるためリーダーになると危険で非倫理的な決定を下すことがあるので自己愛的なパートナーは不誠実かもしれません自分に対する楽観視が脅かされる場面では反抗し攻撃的になることがあります この疾患は本人は上機嫌で周囲の人が苦しみを被むるとも言えます。極端な場合、こういった行動は心理学的な障害の一つである自己愛性パーソナリティ障害と呼ばれています。人口の1から2%が該当し、その多くは男性です。またこの診断は成人に下されるものです。若者、特に子供はごく自己中心的なこともありますが、それは正常な発達の一部の場合もあります。 d s m 5精神疾患の診断統計マニュアルでは自己愛性パーソナリティ障害に関連するいくつかの特徴が述べられています。事故に対する古代的な見方共感性に問題があり特権意識称賛されることや注意を引くことへの欲求これらの特徴からパーソナリティ障害だと診断する際の基準は他人の生活を支配し重大な問題を起こしているかどうかです。 配偶者や子供を大切にするのではなく彼らからの注目や賞賛を求め続けるあるいは自分のしたことに対して建設的なフィードバックを求めるのではなく手助けしようとしてくれる人たちに間違っているのはそっちだと言い続けるのですでは自己愛はどのようにして生まれるのかソーセージ研究では強い遺伝的要因が示されていますがどの遺伝子が関係しているのかは不明です環境も関係しています 子供をあがめるように扱う親は古代型自己愛を促進する場合があります。そして冷淡で支配的な親は脆弱型自己愛を促進するかもしれません。また自己愛が多く見られるのは個性と自己宣伝に価値を置く文化においてです。例えば米国では自己愛的パーソナリティの人は1970年代以来増加しています。当時は60年代の共同社会への注目が自尊感情の重視に道を譲り物質主義が起こった頃です。 最近ではソーシャルメディアによって自己宣伝が簡単にできるようになりましたソーシャルメディアが自己愛を生むという明らかな証拠はなくむしろ自己愛的な人が社会的知恵や注目を得る手段といえますでは自己愛的な人はこの負の特徴を改善できるのでしょうかできます自身の行動に対する率直な内政や他人への気遣いを促すようなこと例えば心理療法や他人に共感しようとする取り組みは有益な場合があります 問題なのは、自己愛性パーソナリティ障害の人が自己向上に取り組み続けるのは困難だということです。自己愛的な人にとってお世辞抜きの内省は難しいことなのです。痛い評価といえば、ダメな人が自分を過大評価するのはなぜか、考えたことがありますかこれはダニング・クルーガー効果というもの。この動画で詳しく紹介しています。そしてこの機会に、ぜひチャンネル登録してください。